皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。フジテレビ、ザ・ノンフィクション、日中共同制作第11弾、遠く故郷を離れて、この国で命を救う人になるということでですね、鹿児島の陸のことを、大隅、何でしたっけ？この、何でしたっけ？これね、これ読めないんですけど、シカヤじゃなくて、カノヤだったかな？鹿屋病院の、日本、鹿屋病院に派遣されたですね、日本で救急医になりたいと言って、中国からやってきた朱海医師という中国人の医師を取り上げた特集なんですけれども、まるでダメです。本当にひどいです。何がテーマなのかさっぱりわからない。その研修医で言葉が大変で通じないその葛藤なのかもよくわかんないし、いや、なんかその家族が、なんかそのね、遠方に離れていて、家族の苦労なんかもよくわかんないし、その子供が中国語は話せなくて、日本語は話せるけれども、どうしようみたいな話なんかもわからないし、いや、その病院、過疎地域の病院の話なのかもわからないし、コロナの話なのかもよくわかんないし、もう本当にこんなダメすぎる編集を、全国放送のテレビの編集マンがやってるって、もう即刻やめた方がいいですよっていうか、自分で作ってこれつまらない特集だなって分かんないんですかねっていうか、あれだけ動画を病院、貴重なね、病院ってなかなかカメラ入れないじゃないですか。そういうところに病院入れてもらって、患者を移してたり、医者を移してたり、内情を移してたりするのであれば、もっと素晴らしい特集を作れるのに、もう何がテーマなのかさっぱり分からない。本当にこんなにクズな、もう人生の1時間を返せっていうぐらい史上最低な番組でした。こんな最低な作り方をどうやったらできるんだろうということで、こんなくだらない番組作ってるから YouTuber の方に流れちゃうんですよ。YouTube の人たちって本当に編集頑張ってますよ。こんな手抜きの編集してる YouTuber なんてほとんどいないですよということで、いい加減この歯科医先生のですね、担当したディレクターとか編集マンとかは全員即刻やめてくださいよ。もう動画をやる価値ないじゃないですか。何をテーマにしてるんですかって話で、全く中身のないひどい内容だったなということで、皆さん見逃し配信とかで一切見る必要ないですから、本当にまるで中身のない番組。しかも、せっかくね、いい題材を取材してるのに、だから取材対象者が悪いわけじゃないのに、いくらでもテーマがあるのに、そこにフォーカスしないっていう、本当にひどい特集だったなと思います。